ピンチ本当に綺麗だと思います。やっぱ何笑ってるんですか、アンダルさん。いや、なんか言い方がなんか違うんだよ。ニュースのトピック の出し方がなんか本当に綺麗だと思います。はい、皆さんこんにちは。今週も始まりましたフィリピンニュースのお時間です。今週もですね、美穂さん、アンドレさんに来ていただいて、フィリピンの、現地の生のニュースですね、伝えていきたいと思いますので、お二人ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では今週のニュースですね、まず美穂さん読んでいただけますかね。はい、それではまず一つ目、経済に関するニュースです。June FDI bounces back ということで、この FDI が海外からの直接投資ですね、こちらが戻ってきたというようなニュースになっております。内容を見ていきます。 FDI net inflows surged by 60.4% to 833 million from a year earlier ということで、前年対比 60.4% まで増えたということですね。これがフィリピンの中央銀行からの速報値で出ております。そして The net inflows nearly doubled from 433 million a month earlier. 前月対比でもなんと almost double ということで約2倍にまで伸びております。 This pushed first half FDI net inflows higher by 40.7% year on year to 4.298 billion ということで、まあ、前年同期対比でも 40% 以上増えているということで、まあ、昨年度2020年はまあコロナとかで、ね、やっぱ不安があって一時期下がっていたようなんですけれども、まあ、今年になってすごい回復しているようです。でその理由としてなんですけど、 The economic revival in many developed countries and the intense effort to vaccinate more Filipinos must have buoyed investor sentiment about the Philippines ということで、まあ、実際にDeveloped country、先進国諸国ではすでに経済かなり回復してきていて、フィリピン自体かなりこのワクチンの接種に力を入れているので、こういったところが、投資家さんが、またフィリピンに投資をまた、ね、していこうっていうそんな気持ちを刺激してくれたんじゃないかなというようなニュースになっております。最後にこちら実際の、グラフなんですけれども、今年の2021年の棒がこの濃い青の方ですね。ことで、こういうふうに、グラフで見ると、特に3月なんか倍以上に本当に、この海外からの直接投資増えてるんだなっていうことが、視覚的にわかると思います。はい。はい、ありがとうございます。この外貨流入額ですかね、非常に多分、フィリピンにとっては大事なニュースだと思うんですけれども、これ去年とやっぱり比べても、去年から増えてるのってやっぱアンドレさん、去年がかなり低かったっていう状況ですかね。そうですね、多分フィリピンだけじゃなくてどこでも、世界でコロナのせいで結構何でも下がったと思うんで、はい、でもやはり外から、フィリピンのことを見るとなんか、ポテンシャルがあるでみんな、少しずつ気づいてきてるんで、それが大きな、な理由になってるんだと思うんで、あとさっきそのニュースの、その記事の、書いてあるのが、バクシネーション、バクシンの、活動、結構どんどん進んでるから、他の国と比べて多分、遅いかもしれないけど、でもペースは、いいペースと思います。上がってるペースになってるんで、はい、止まったりとかはではなく、今のところは多分全国 20% ぐらいワクチン打ってる人がになってるんで、で、メトロマニラだけで、半分以上増えてるんだと思いますね。進んではいるんですね。進んでますね、はい。これ海外からの投資額っていうのはちなみになんかどこの業界とかどういったところに投資額が入ってきているのかっていうのはアンドレさんの方で分かったりしますか？もちろん明日からの投資が、いろいろ、来てるんで、多分一番のが、今まで中国、で、あと、日本の投資家も多分、ランキングで、すでにトップ5か、もしかしたらトップ3に入ってるんだと思うんですよね。
なんか自分、私の方で調べたら、アメリカ、イギリス、シンガポール、うんうん、ノルウェー、ルクセンブルクっていう国からの。で、もともとそうなんですけど、まあ、でも実際、はい、まあ、現場で見られてるのが、まあ、それはまあオラで、もしかしたら契約とか、いろいろ、あるかもしれないけど、でも実際動いてるのが、まあ、やはり今はもうこの、まあ、5年間、うん、5年10年間とか、まあ、多分中国が一番入ってきてるんです、ね、だと思いますね、はい、まあ、それも昔からなんですけど、うん、うんうんうん、そういうことですね。まあそしたらこのやっぱコロナが落ち着き次第、やっぱフィリピンのそういう将来性っていうのがどこの国から見ても伸びるっていう風な形で、うん、今多分どん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 投資される国なんかが多くなってきてるってことですね。わ、うん、かりました。ここはまあ多分ここからコロナが落ち着き次第また増えてくる数字だと思うので、まあ結構株式市場なんかも一気に今海外投資家の数が増えてたりするので、非常に今一つ明るいニュースなのかなとは思いました。楽しみですね。そうですね、はい、では次のニュース、ミオさんお願いいたします。はい、次はマニラ、フィリピン現地のロックダウンに関するニュースです。メトロマニラ under alert level 4 beginning September 16th ということで、新しくこの今まで、フィリピンでアラートレベルっていうものなかったと思うんですけど、新しくこういう、アラートレベルっていうような方針が始まるようです。でこの画像ですね、この、こういうの担当者の、ロケさんがこのようにズームで資料を出しながらみんなに国民に対して情報を発信していたようです。はい、内容を読んでいきます。Manila, Philippines. Some restrictions will ease in Metro Manila beginning September 16, as it will be placed under Alert Level 4 as part of the government experiment. ということで、まだ初めなのでちょっとトライアル的な要素もありつつ、このアラートレベル4っていうものになって、具体的には先日まで の MECQ とかよりもちょっと制限が緩くなります。でこのアラートレベルについてなんですけれども、 Government's attempt at replacing region-wide lockdowns with granular lockdowns where smaller areas are placed under strict coronavirus curbs ということで、今までもう地域全体ここみんな、はい、ロックダウンみたいな感じになってたんですけど、それがそうではなくて、基本的にはこのアラートレベルっていうものに見ていきながら、特にコロナの感染状況がひどいエリアはそこだけこのグラニュラーロックダウンっていうそこだけすごい厳しくするっていうようなことです。でこのアラートレベルについては Alert levels are to be determined by the Department of Health weekly basis on virus transmission, hospital bed utilization and intensive care utilization ということで、このアラートレベルがいくつかっていうものは毎回この保健省の方から毎週発表されます。でこれ のアラートレベルを決める基準となるのが、陽性者の数がどれくらいいるかとか、そのベッドがどれくらい、病院のベッドがどれくらい空いているかとか、重症患者がどれくらいいるかっていうものを基準に発表されるようです。そしてこれが実際にロケさんが説明の中で使ってたスライドなんですけど、こうやってアラートが1から4になって、4が一番悪いっていうか重いっていうもので、でアラート4が発令されてる間はアラート3に移行できるようにっていうのを目指しながらやるそうです。で、ここにもちょっと書いてあるんですけど、アラート4のところですね、Activities allowed indoor for fully vaccinated individuals ということで、屋内での飲食はなんか何パーセントとかまで許されるけど、fully vaccinated の2回の、ワクチンの接種とその後の2週間待機が終わった人のみっていうルールになっているようです。ここですね、今回のアラート4の中だと、アウトドアは 30%OK で、これは誰でもいいんですけど、ダイン、店内での飲食 10% 許されているのは、もう fully vaccinated individuals only というような風になっているようです。はい、で最後にグラニュラロックダウンについてですね。
The government will also impose granular or localized lockdowns in specific areas while enforcing the alert level system. でまあ、このアラートレベルシステムっていうのと併用して同時に、まあ、グラニューラロックダウン、つまりまあローカライズの、まあ、地域限定型ロックダウンっていうのをあの同時にします。でこのグラニューラロックダウン defined as micro level quarantine for areas identified as critical zones by local governments regardless of alert level will last for not less than 14 days.ということで、まあ、このアラートレベルに、まあ、簡単に言うと優先してですね、アラートレベルがどんなに緩かったとしても、あのその地域の、まあまあ、役所とか、まあ、その地域の政府があのこのエリアは今危ないから、ここはもうこのグラニュラロックダウンにするぞって言ったら、もうそこは最低14日間はすごく厳しい、あの完全ロックダウン、まあ、ロックダウンというか封鎖になるようです。でその厳しさなんですけれども、Persons who are allowed to move within, into, and out of the area under granular lockdown include healthcare workers and non-health personnel working in hospitals, laboratories, and dialysis facilities, and uniformed persons tasked to enforce mobility restrictions. ということで、このグラニュラーロックダウンというものに敷かれてしまったら、そこの中、まあ、そこの中と外を行き来できる人は、もう本当に医療従事者と、まあ、病院で働く、まあ、ちょっと事務関係の人たちと、あとは、あの、このなんていうの、取締員、この人が出入りしないように、まあ、取締りをする制服を着た、まあ、警備員じゃないんですけど、そういう人たち以外はもう一切立ち入り出入り禁止ということで、すごい厳しいです。でその代わり、 Rocket said the national and the local governments would deliver food to residents affected by the localized lockdowns ということで、まあ、完全出入りを封鎖されてしまうので、その代わりに、まああのね、飢えてしまったらあれなので、まあ、国とかまあ地域の政府の方で、まあ、食事の配達はしますよっていうようなことが出ております。わかりました、ありがとうございます。これはまあ、あのどうなんですか、またこれありましたね。これ新しく変わったってことですか、今週また。はい、また新しい名前が考えましたね。フィリピンは、まあ、要はなんていうの、あの GCQ、はい、まあ、あのなんていう、厳しい、一番厳しいからば3番目のレベルは、はい、まあ、本当はそういう予定だったんだけど、あの今はグラニュラルラックダウンの名前をつけまして、で、うん、アラートレベルはまあ1から、まあ、本当は5までなんですけど、その5はもう完全に ECQ なんですよ。あの完全にロックダウン、もう完全ロックダウン、うん、はい、そうです。あ、まあでもここであの見せてないけど、まあでも多分そんなに使わないと思います、そのアラートレベル5とか、あの ECQ だけっていうんで、あのそれで終わりだと思いますので、まあ、でもこの、まあ、メトロマニラはアラートレベル4になってるんで、あの、まあ、さっきあの美穂さんがあの読んでた記事で、あの、まあ、いろいろできることとかあのできないこととかあるんで、でもこれの違いは、まあ、あの ECQ と MECQ と GCQ の違いは、今回のグラニュラルラクダウンは、まあ、その式であの変わるんで、まあ、例えば東京だと、例えば、東京は全体レベル4になってるんだけど、渋谷だけ、完全にロックダウンにして、そこは、はいはい、何も動かないみたいな感じなんです。うんうんうん、なるほど。まずあの家から出られないとか、全部閉まってる。はい、で、まあ、入れるとか、まあ、出れると入れるのが、まあ、その、メディカル、プレスレルだけ。でフロントライナースとか、まあ、医者とかナースとかで、まあ、ガードするのが、まあ、その多分軍だと思いますね、軍か、まあ、警察、まあ、そこでその周りにいろんなチェックポイントがあって、誰も入れないように誰も出られないようにみたいな感じで、完全封鎖、そうですね、うん、これちなみにグラニアロックダウンになってる地域って今どこかあるんですか、フィリピン。今はまあ、かしらバランガイレベルで、うん、まあ、いろんなところあるんですけど、でも僕の周りはまだ聞いてないので、まあ、今日は初めてなので、あの16日、はい、まあ、今日からスタートなんで、うん、はい、まあ、でも話では、まあ、まあ、本当にあの感染者のなんだっけ、数字高いバランガイを完全にロックダウンになってるもあるらしいですね、まあ、それはもうまた調べまして、うん、もうすでにいくつか
こういう場所もあるって。そうですね、始まってます。うん、これはなかなか厳しいですね。これ厳しいですね。うん、何兆封鎖みたいな感じですよね、日本で。まあでも、これ、まあ、僕に対して、この、なんていうの、あのロックダウンの、あのやり方はもっといいだと思います。前はあの、まあ、ECQ って言ったらもう全体メトロマニラで、まあ、例えば僕が動いてる地域は何もないのに、まあ、メトロマニラに入ってるから何もできないことになるんで、あ、ね、あの、まあ、本当に場所だけ決めて、まあ、あの、うん、そう、場所決めて、まあ、そこでロックダウンした方がいいかなと思ってるんですよ。まあ、今はこういうやり方になってます。はい、はい、そうですね。これあの、まあ、ワクチンを打ってないとなかなか動きづらいですよっていうことも。それもね、あのちょっと始まってますね。これはやっぱ、はい、あのアメリカがどうやらそうしてるらしくて、もうあのアメリカなんか行くとあれらしいですね。本当あのパスポートとか ID を持つのと同じぐらいな感じで、うんうん、皆さんワクチンの証明書を持って出歩いてるみたいです、うん、でワクチン打ちましたって証明がないとお店入れなかったりするみたいな。うん、はいはい、まあ、フィリピンもそうなってる、うん。これも始まってますね。うん、あのみんなあの打った人があのワクチンカードが持ってるんで、ワクチンパスポートが持ってるんで、うんうん、まあ、多分あの僕は、まあ、まだあの見たことないんですけど、でも、まあ、うちのスタッフ、まあ、あのこの間あの、レストランに入ると思って、なんかあのワクチンいて飲みって言われたんで、じゃあ、はい、私はワクチンカードありましょうみたいな感じで、それを店員に見せて、それで入れたらしいですね。なるほど。あの、うん、まあ、前は、まあ、多分何週間前にあの、まあ、それはアメリカのニュースに出てたんだけど、うん、まあ、今はまあフィリピンでも始まってる感じですね。はい、まあ、世界各国、結構こういう動きが出てる、うん、日本は一応もまだそういうのは全くないんですよ。なので、うん、もしかしたらできるかもしれないですね。まあ、まあ、新たにちょっとまた新しいあの規制が始まった感じなんですけれども、まあこれでどう動くかですね。あのアンドレさんの周りは一応どうですか、そこの地域は。一応アンドレさんはあのマニラの中心地のビーチ地区のエリアに住んでると思うんですけど、はいはい、このエリアはまだあのグラニュアロックダウンになりそうっていう。あ、な、今のところはなってならないと思います。あのそういうニュースがまだ、あのそういう噂まだ出てないので。で、まあ、オフィスは、今オフィスにいるんですけど、あのマカティ、はい、マカティの、あの CBD にあるんで、はい、まあ、ここでも、まあ、そういう話が出てきてないんで、多分大丈夫だと思いますね。本当そこ、本当経済の中心地になるので、そうですね、まあ、そこは動いて。これはロックダウンにしたらやばいでしょ。やばいですよね。はい。わかりました。まあ、あとレシデンシャルじゃないから、ここは、はい、あの、あ、このオフィス、あ、だから、まあ、人が動いてるの動いてるんだけど、でもここで住んでないから、大体みんな。多分そのロックダウンになってるのが、その、なんていうの、あの、ちょっと言葉あまり良くないけど、あの、スラムエリアとか、まあ、人がすごいいっぱいで、なんか、あの、クラスターになってるところが、はいはい、あの、それが、あの、グラニュラーラックダウンになってると思いまして。アンドレさんも、あの、ぜひここは気をつけていただいて、はい。また新しいあの情報をいただければと思います。まあ、多分来週またもしかしたら規制が変わってるかもしれないです。そうですね。まあ、また要注目ですね。はい。はい、ありがとうございます。では次のニュース、美和さんお願いいたします。はい、最後ちょっといつもと違うニュースを用意してみました。はい、はい、Look, Miss Universe Philippine 2021 Top 30 Candidates Don Official Shushes ということで、あのミスユニバースですね。あの特にあのフィリピンは2018年に、ね、フィリピンの代表の方が優勝されたりしていて、結構注目度が高いです。で、まあ、今フィリピンも結構ロックダウンだったりで家で過ごされてる人が多いと思うんですけど、今年結構オンラインでの投票になったり、ちょっとフィリピンで盛り上がってるようなので取り上げてみました。ちょっと内容見ていきます。 The top 30 candidates of Miss Universe Philippines 2021 proudly showed off their respective pageant sashes as day one of their pageant bubble began ということで、まああのまあ、フィリピン応募者とかすごく多そうだと思うんですけど、まあ、その中でも、まあ、トップ30の人たちが決まって、初めてこのまあオフィシャルのこのまあタスキじゃないですけどの着た姿をあの見せてくれましたということですね。そしてあの
ultimately showed their excitement for the upcoming Persian activities and their happiness in finally ruling the official sashes of their respective hometown.でまあ、彼らのそれぞれの地域の、まあ、ホームタウン地元を代表したタスキをかけて出ております。The top 30 were chosen out of the original 100 delegates after a series of virtual challenges. でこの、まあ、トップ100まで絞り込んだ後にこの30はバーチャルチャレンジっていうものであのオンラインでのあのいろんな発信だったりネット投票だったりで、まあ、このトップ30が選ばれたそうです。まあ一人このデング熱で危険になっちゃった方もいるそうなんですけど、でこういう感じですね。この左側がマニラの代表で右がセブの代表で、すごい綺麗です、ね、可愛いなって思ってでこのここに出ている5人がこのバーチャルチャレンジっていう、まあ、オンライン投票でのトップ5位方で、まあ、このトップ5位の方5人でなんかネオンの水着っていうのをテーマにこんなフォトシュートもしていたようです、うんうん、これあのすごいあのメイクとか素敵なのすごいです、ね、ぜひなんかあの調べてぜひあの細かく見てもらいたいなって思うんですけど、はい、これ結構皆さんあの知られてない方も多いと思うんですけど、フィリピンって意外とあれですもんね、あのミスユニバースで世界で優勝したりしてるじゃないですか。そうなんです、これその時 の, あの記事ですね。2018年にグレイさんという人が、はい、あのグランプリに輝いたんですけど、この時もやっぱりこの、まあ、ミスユニバースって容姿だけを見るものじゃなくて、その人の社会性とか、まあ、将来どんでくらい、まあ、社会に貢献してくれそうかっていうところも見られるそう でこの時の彼女はあの、まあ、フィリピンの、まあ、エイズについて、それのまあ検査だとかそのまあ治療とかを広めていきたいだとか、まあ、貧困問題について、まあ、スピーチなんかもしたんですけど、それが結構あのいろんな人の心にヒットして、それがまあ優勝につながったということで、まあ、今後もまあフィリピン の,、ね、このグランプリに なるかでなったら、その人がまあ社会に与える影響っていうのが気になるなと思います。そんなニュースですはい、なんかあのトモさんはなんか止まっちゃったんで、ちょっとあの写真見てるのよ。いや本当綺麗。これでもやっぱあの綺麗ですよね、本当に。フィリピン人本当に綺麗だと思います。ね、やっぱあの何笑ってるんですか、アンダルさん。いやなんかあのなんか言い方がなんか違うんだよ。いやいやいや、ニュースのトピックの。あの出し方がなんか本当に好きだと思いますあとすごく思うのが、あのフィリピン人の方がすごいな、自分を表現するのがすごく上手だなって、僕もあのフィリピンって思ってたので、日本人よりもすごくあの感情を表現するのが上手だなと思うんですよ。愛嬌がありますよね。なのでこういうスピーチとか多分あの日本人と比べると皆さん上手いじゃないですか、フィリピン人の方。あのファンになっちゃいますよね、なんかもう応援したいって気にさせられます。うん、そうですね私はいつ開かれる予定なんですか、ミスユニバースって。あのこのなんか秋ぐらいまでに、まあ、フィリピンの代表を絞っていって、その後に全国になるんですけど、なんか去年は結局半年以上遅れたのかな、やっぱコロナで、うんうん、結構スケジュール遅れたりしてるようなんですけど、はい、まあ、あの前回はアメリカの確かフロリダかなで、まあ、半年遅れで開催されたんですけど、うん、まあ、あの今回の2021年もあのきちんと開催はされるようです。なるほど。アンドレさんの注目はいますか？いや、あの、まあ、これだけちょっとあのみんなは知らないかもしれないけど、あの、はい、フィリピンはあのミスユニバースで4回優勝したんです。4回も、4回も、はい。でもうそのトップ4 の, あのビューティーパジェントって言われてる、あのミスユニバースとミスワールド、ミスインターナショナルと、うん、なんだっけ、まあ、もう一つあで、あの、あ、そうなのかな、うん、そう、あのそれの4つのパジェントで、あのフィリピンは15回優勝したんです。世界であの2番になってるんですが、まあ、1番はあのベネズエラなんですけど、23回優勝したんです。やばいじゃないですか。超詳しい。まあ、
結構フィリピン人の方、ちなみにまあ、これ結構血が混じると綺麗になっていくっていうこともあると思うんですけど、そうフィリピンの方って、ますね、うん、ハーフの方であったり、うん、多いんでしょ、スペインの血が混じってるんですよね。もともとね、もともとスペインが、まあ、一番多いと思いますので、僕の本名も名字がカバリエルなので、はい、それがスペイン系の名字ですね。で、まあ、うちの子もハーフなので、日本とフィリピンのハーフなので、はいはい、結構なんていうの、なんか違うんですよ、なんだっけ、見た目が。なんか、はい、もう完全にフィリピン人ではなく、完全に日本人ではなく、うん、なんか違う、まあ、自慢かもしれないけど、なんか、可愛いじゃなんか違うんですよ。まあ、例えば、前回、移住した、フィリピンの、カトリオナ・グレイ、うん、18年の移住した、はい、人は、オーストラリアのハーフなんですよ。ああ、ぽいですね。オーストラリアとフィリピンのハーフ。フィリピンの ジェームズ・レイドさんでしたっけ。ああ、はいはいはい。彼もオーストラリアのハーフで。オーストラリアですね。じゃないですか。はい、なので。あと、その、うん。そうですね。カトリオナ・グレイの前に入手した、はい、ピア・ウェルスタも、うん、まあ、どこだっけ、ドイツかな、なんか、地が、生えて、今、ヨーロッパ系のもう生えてるんで。まあ、逆に思うと、なんか、はい、もう完全に 100% のフィリピン人いないのかな。なるほど。なんか大体みんな何かで血混ざってるんですか。日本でも結構やっぱハーフの方ってすごい綺麗な方とか多いじゃないですか。うん、なので、まあ、やっぱ血が混じるとじゃないですけど、本当、綺麗になりますよね。この今、写真出てる方もそうですけど。それでも、多分日本とのハーフは、結構綺麗になると思います。誰に言われてんだっけ、なんか友達とか、まあ、うちの、はい、まあ、奥さんでも言われたんで、多分理由がちょっと失礼かもしれないけど、なんか薄いじゃないですか。ああ、まあ、アジア系の顔ですね。そう、うん、でも、なんか強めの、なんていうの、フィーチャーズの人と混ぜたら、はいはい、なんか、綺麗になる。ちょうどいい、そう、はい、ちょうどいいの。あれで、そう、例えばフィリピンは結構強いんじゃないですか、顔の濃いですね、濃いじゃないですか。で、日本は薄いで、うんうん、それを混ぜたらもうちょうどいいみたいな、みたいな説明が聞いたんですよ、何回も。そしたら将来アンドレさんの、そうですね、お子さんがあれ、娘さんなんですか、息子さんなんですか。ああ、息子ですね、2人とも。息子ですか。男なので、うん。まあ、でも日本の芸能界でも結構、まあ、何人かフィリピンの方がいるんですね。はい、うん、あ、いますね、いますよ、うん、はい、モデルのラブリーさんとか、はいはい、ジェネレーションズだけのアランさんっていう子もいたし、それはそうです、はい、ラブリーさんの兄弟なんだ、フィリピンと日本のハーフですよ。あ、そうなんですか、知らなかった。もう何人かのモデル、フィリピンのハーフを言ってて、はい、うん、いや、なるほど。そしたらもう将来ちょっとアンドレさんのお子さんが芸能界デビューするのを楽しみにしてます。まあまあまあ。まあでもこれ一つで面白いニュースですよね。そうですね。こういうニュースもぜひ伝えていければと思うので。まあ今回、一応3つのニュースですかね。紹介させていただきましたけれども、ぜひですね、いろんなフィリピンのことを皆さんにも知っていただければと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、まあ、来週、毎週ですね、このフィリピンのニュース紹介していますので、ぜひ来週も見ていただければと思います。では、今週もですね、アンドレさん、ミホさん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。それでは、さよなら。See you next week. See you next week. Bye bye.